私今日友達と夜遊ぶ予定だったんですけど、その友達が仕事場から抜けられなくって結局なくなって、でも私もうちょっとで家出るので今日しか会えないってなってて、だからちょっとで前に行きたいって言われて、そう、それでちょっとだけ会いに来てくれて、でだから家の前に行って会ったんですね。でその泊めてくれてる友達には「ちょっとだけ家の前行ってくる」って言って、でもその子の親に言ってなかったから、だから多分友達の親は玄関を普通に開けっぱだと思って閉めちゃったから、私が外いる間に帰ってきたら閉まってて、だから今2時半ぐらいですけどずっと外にいます 入れない しかもめっちゃ寒い なんかもう堂々と夜遊びして閉め出されたんだったらいいですけど 5分10分 外に挨拶しに行って それでずっと外にいるから ああ まあそれで暇すぎるので今ビデオ撮ってます だからもう朝6時とかになるまでビデオ撮り続けるかな、わかんない、寝ようかな。一応家の前にちっちゃい椅子があったのでそこに座ってますけど、心地悪いから寝れない、てか寒いから寝れない。今3時34分です。寒いけど、でもどっちかっていうともう体慣れてきて風があったかく感じるレベル あと3時間ぐらいかな。でもとりあえず携帯充電あるからよかった。もうあと30%ぐらいしかないけど、なんかハワイにいる友達とか時差違うし、ノースカロライナにいる友達は もう今日の朝になって起きてるから、とりあえずまだすごいつまんないわけじゃないからよかった携帯20%台になっちゃった。でも寒さどうでもいいんだけど、とりあえずもうなんか不審者とかが怖い、アメリカだから。今4時過ぎでずっと寝ないようにしてたけど、さすがにもう眠いわ。寒くて寝れない 寒いの慣れたと思ったけど全然まだ っていうか今日朝の8時ぐらいから友達と遊び予定あって、でその後普通に昼過ぎまで遊んで、夜はグループで夜ご飯食べてレーザータグってやつ行くんですけど、普通に死ぬわ 結局寝れないから Hulu 見始めたけど、寒くて集中できないぐらい寒い 夏だよ夏、今まだ8月だよ。とりあえずもう5時過ぎたからあとちょっとのはず、とりあえず早く起きてくれればいいけど この家本当に広くて、だから暇だからその周り散歩したいけど怖くてできない もうそろそろここに死にそうだし、眠いし1分が長い 6時になりました。めっちゃ眠いです まあでもこういうのは将来笑い話になるからいいや どっかの部屋が電気つかないか待ってる もう6時近いからいいかなと思って何回か叩いてるんですけど全然出ない 今6時15分でやっと家入れました。家ってやっぱいいね、あったかい。よし、今から40分ぐらい寝ます 1時間後に家出なきゃいけないんで。